旅芸人は人を楽しませないといけないからな。何のつもりだ。何でもない。後には知っている人間が多すぎる。君たちとの戦いで激しく消耗している。今この時がな。人違いじゃねえよな。なんか結果オーライみたいだな。でももう隠れる必要はねえんじゃ。アマドの野郎、すでに復元してやがった。とはいえカーマの復活は俺自身が強く望んだ結果でもある。めんどくせえ奴らに当たっちまった。何が違うんだ。こう見えて俺、お茶とかお菓子とかマジで好きなんだ。お前にだけは言われたくねえよ。カーマがなかったら。今日はいろいろあって疲れちまったぜ。